エドギタはイングランドのエドワード長径王の娘で、東フランク王夫を一世大帝の最初の日。名前はイーディスと表記されることもある。エドワード長径王と、その2番目の妻エルフ・フェドの間の娘として生まれた。娘時代の様子などは、一切伝わっていない。イボアニのアゼルスタン王は、同じザク先祖の東フランク王ハインリヒ一世と遊戯を結ぶため、ハインリヒの息子、 オットーのもとに花嫁候補として二人の妹エドギタとエルギフを送り込んだ。オットーはエドギタを伴侶に選び、二人は929年に結婚した。姉妹のエルギフはユピテル山地の麓の王に嫁いだとだけ伝わるが、これが誰を指すのかは不明である。936年、オットーはアーヘンにおいて東フランク王としての戴冠式を挙行した。 これはイノビドキンとはこの戴冠式に関する記述において国王の妻、エドギタには一切言及していない。しかし、メルゼブルク司教ティートマルによれば、エドギタは夫とは別の場においてではあったものの、やはり王妃としてのというの儀式を行っているという。エドギタは戦時を除けば常に夫と共に各地を旅した。エドギタは王妃として、 王国中の修道院や諸聖人に捧げられた、教会にも出たり、寄進を行った。寄進活動に対する、熱心さという点では、江戸ギタは、後に劣勢される、シュートメリンゲルハイムのマティルデを遥かに上回っていた。江戸ギタが王妃だった間、そのシュートメが行った寄進は一回しか記録がないので、ある。江戸ギタと夫の夫婦が937年に、 マクデブルクに混流したマウリティウス修道院はおそらく936年に習止め、マティルデが夫の膨大を弔うために建てたクベトリンブルク修道院に対抗して建てたものと考えられている。エドギタは同郷の聖人であるノーサンブリアのオズワルドを深く通敬し、結婚後はオズワルドへの通敬をドイツに広めた。その影響で ザクセン広告のいくつかの修道院はオズワルドに捧げられている。エドギタは946年36歳頃に急死した。夫一世は951年ブルグントのアーデルハイトと再婚した。ありがとうございます。